みなさん、こんこよです。お待たせいたしました。ホロライブ6期生ホロックスの頭脳白一個よりだよ。ちょっと、無謀が、過ぎるかもしれないんですけれども、まあ、楽しくね、歌っていきたいなと思っております。7000人は切ってる。ありがとうございます、皆さん。指を刺す無邪気な声で、だいぶヤバそうな感じがしている。ちょっと計算するとなんか喉が死にそうな気がして、今だんだん怖くなってきております。ぜひぜひ応援の登録、毎日配信してますのでよろしくお願いいたします。君とスマイアンゴー、楽しんだもん勝ち。君とスマイアンゴー、弾けたもん勝ち。ここに笑顔で集まれば最高でしょ。水島さん、歌っている間にね、かなたんからメッセージが来ててバラしますけど、こよ大丈夫か？もししんどくなったら家まで遊びに行ってハモリで手伝いたいとか言ってくれてんだけど、ちょっとこよのこと好きすぎか？こんな夜にね、申し訳がなさすぎるから。え、待ってね、ちょっとフレア先輩、カナリアサーバーで、な、見て、ちょっとねえ、心情とちゃんと関係して、中まで回復とちゃんと共感して、興奮しよう、僕が言うんだもん、本当にするんだもん、現実超える未来。あ、待たせててごめんね。ちょっとちょっとですね、マジで到着した。みんなお待たせしました。お待たせしました。なんとですね、大変すぎる、いや、ドーンって色発出てきた。ありがとうございます。こよりの色発の方がでけえじゃねえか。こよりだってまだあとね、12時間ぐらい歌う。12時間はさすがに。失くしてしまったんだ。目で僕と分かってももう抱きしめなくていいんだよ。平面で僕が分かったらもう一度笑ってくれるかな。幻だって知るんだよ。嘘つきだって知るんだよね。いやちょっとさ、こより思ったんだけどさ、これ今日僕も下座やで。これはちょっと待って、これは仕方ないの。これはしょうがないよね。これは家だから。じゃあこれはだってマウスをね、右にある。あ、そうしょうがねえよな。そう防音室に下座と上座があると思わなかった。そんなこと言ったらだってかなたんちでやった時のカナリアフレア先輩が一番下座に思った。おい、これ。愛は計算じゃ解けない。ちょっと計算も解けない。もうそんな状態が怪しい。愛の言うのだっての自信は。気が悪いね。死ぬんじゃねえぞ。って家帰って、でみんなの配信とかちらほら見てたら、こよりがさ、耐久しててさ、おー耐久かと思ったら、結構まだあるねーと思って、ね、そしたらその時ね、こよりがね、ちょっと低い曲かな、ちょっと低い曲歌ってて、なんか元気ないように聞こえてさ、こよりあ、元気ある。なんかね、バラードだった。バラードだったね。後で聞き返したらね、全然元気あってね、あ、なんだ、元気じゃんと思ったんですけど、その時ね、大丈夫かな、こより。ありがとうございます。何言ってんのそれ。あ、待って、
ので、じゃあ僕ちょっとつないでスーちゃんとバトンタッチすっか。あ、え、全然そんな、皆さん、あの、ハクイコよろしくお願いします。カラーさん、もうすっかんたつき、なんで言われてるんだよ。断れ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 、まだブラッチャリスプリするだろ。お姉ちゃん、あの入ってます、マイク。はい、あ、こちら、うちのオチドルです。あ、なんでスイちゃんがスイちゃん持ち歩いてるんですか。オチドルです。え、バナちゃん、まあ、コートも超えるし、あ、じゃあ、お疲れ様です。普通に怒りだした。なんか大変。新種公開ですか。お願いします。こよりパンツかな。はい、焼肉帰りの星町です。皆さん、こんにちは。あ、どうも。いや、頑張ってるみたいじゃないですか。そうなんですよ。私が外出る前から始めて、帰ってもやっている。踏み切り発車が、過ぎましたね。残り1000人来た。やだ、みんなありがとう。頑張れ頑張れ。あの6が7になれば小指が見たい景色が見えるということや。風を切って抱きつけて、君の中に光灯もせ、ドキ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 、俺の愛まで。ドキュンドキュン走り出し、ドキュンドキュンかけてゆくよ。君は誰とキスをする、これ続けだけだ。見つけてよ僕を、僕のこの声が聞こえてる。ダンサインザダンシルエットすらも透明で、きっと不可能だけれど、でもせめて声をからそう、必死に使っても、ずっと照明を猫ずと見たいだ。あーあーあー、ちょっとちょっと、全然全然最後小百合さんソロで、ソロで、はい、乙女よ乙女よ、キーマイガ、あ、キーマイガ、あ、小百合さんす、あ、小百合さん、乙女、本当に皆さんに支えられて活動しているのを、すごい感じました。